はい、中年オタッキーです。今日の動画はね、ちょっと番外編になるんですがね、このドリームロコモーティブ様、だ3人、名前なんだっけ、タツモです。タツモさん、はい、うちの斉藤と言います。斉藤さん、の3名からね、カメラの山屋さんで現在、やっておられるね、写真展の紹介の動画になってまいります。最後にね、超変態カメラも登場しますのでぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、今日の動画なんですけどね、ちょっとね、後ろの方にね、ちらちら見えておりますがね、モノクロの写真がちょっと並んでおるんですけどもね、どういうイベントなのかちょっと説明していただけるかな。はい、我々3人はですね、カメラの山屋さんの、お客さんなんですけども、普段撮っているカメラで撮っている写真のジャンル全然違うんですね。私は結構鉄道がメインで、ストリートスナップを撮ったりとかしてるんですけども、このカメラの山屋さんのイベントが、たまにありまして、その中でですね、カフェポというですね、カフェでポートレートを撮ろうというですね、そんなイベントがあるんですね。で、そのイベントにたまたま参加して仲良くなってしまった3人が、写真展やろうかって言って山屋さんで始めたというそんなきっかけですね。なるほど。これね、カメラの山屋さんってね、カフェスペースもあってね、結構カメラのことを楽しめるスペースにもなっておるんですけどもね、そちらで現在、何日までだっけ、11月の6日から28日まで、はい、まだまだやってます。28日まで、今撮影してるのが11月13日なんで、まだ2週間弱ぐらいはやってるっていうことになりますね。はい、はい、そんなわけでね、今ね、後ろに見えてるんですけど、本当にね、印象的な写真、これフィルム写真が大半なのかな。今回は、デジタルですね。デジタルカメラ、あとは、オールドレンズを使ったりというような感じで、はいはいはい、一人一人じゃカメラを説明しましょうかね。そうですね、はいはい、私はですね、カメラ、デジタルで使ってたんですけど、カメラは、ソニーの α7 にマウントアダプターで、はい、コンタクトのレンズを使ってます。はい、コンタクトの、バリューサイズですね、バリオゾナーの、はい、28-70 3.5 から 4.5、はい、ズームレンズ、これを使って、はい、今回展示している作品なんですけど、はい、このコロナ禍の前ですね、ちょうどもう、はい、コロナに入るちょっと前ぐらいに京都に旅行行きまして、はい、その時に京都の嵐電を、はい、撮影したものなんですけど、昼から夜までずっと撮影してたんですけど、はい、その中で、夜撮影したものだけをモノクロに仕上げて、なるほど、ちょっと印象的な作品が揃ったので、はい、やりたいなということで、私展示しています。はい、はいはい、次どうぞ。はい、私のカメラはこれです。またマニアックだ。はい、コンデジなんですけれども、はい、リコーの CX6 っていうカメラで、はい、スナップ写真を撮りました。で、作品の内容は、とあるアイドルさんがですね、好きなんですけど、コロナ禍でライブに行けない日が続いたんですね。はい、で、写真が今年の5月の写真なんですけれども、はい、やっとそのライブに行けたという、ことでですね、はい、その行き始めのその自分の地元の駅から、はい、目黒で行われたんですけど、目黒の写真を撮って、で、ライブ写真を、ライブ写真はコンデジじゃなくて一眼レフで撮ってるんですけども、はい、で、ライブ写真を撮って、で、帰り池袋駅に撮って、電車に乗って帰るというその一連 の, その流れ で,、ね、流れで、はい、写真を撮って、はい、写真展に、かなりでっかい組写真的のノリみたいな感じですね。はい、そうです。はい、はいはい、どちらはどうですか。はい、斉藤なんですけど、私はですね、はい、実はデジタルです。デジタルで富士フィルムの、X100V、はい、それと、ちょっと魚眼を使いたかったので、はい、中身ほとんど一緒なんですけど、エクスプロフ3で魚眼を使って、はいはいはい、なるほど、はい、で、写真のテーマとしては、今なかなかコロナ禍で、いろんなところに行かれないっていうのはあるんですけど、はい、その中で自分って結局生まれてからずっと育っていく中で、はい、結局それをずっとどんどんその行けるところを広げてきたという、はい、そういうところで今までじゃあ、どんなところが今まで一番世界の果てっていうことで、はい、終わりだったのかっていうところをテーマに、はい、昔住んでいたところとか、実際今住んでるところもあるんですけど、はい、そういったところの写真をちょっと印象的なものを撮ってきたというテーマになっています。全体的にはね、3名ともスナップ写真が中心になっていくのかなと思います。そうです、モノクロスナップが今回テーマ
はい、そこが縛りですね、唯一。なるほど、はい、私普段の動画からねすごくおすすめしてるというか、もうほとんどモノクロでしか撮ってないんですけどモノクロ写真をおすすめしてるんですよね。まあ、お手本になるような、ね、写真がたくさん、ね、並んでおりますのでね、モノクロ写真好きな方ぜひね、東京都小平市のね、カメラの山屋さんで写真展をやっておりますのでね、ご訪問いただければと思います。はい、今日はこんな感じでね、モノクロパッセージの紹介になってまいります。で一応ね、ドリームロカモーティブさんのツイッターのリンクを貼っておきましょうか。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、リンクをね貼っておきますので、ね、そちらで情報をね得まして、カメラの山屋さんのねリンクも貼っておきますので、そちらを参考にしてねご訪問いただいてね、ぜひとも写真展の方ね、ご覧いただければと思います。で、写真展をご覧いただく方にカフェスペースの利用ということになるんですね。そうですね、はい、こちらですね、300円、払っていただく形になるんですけども、写真展見ながらコーヒー飲み放題ということで、はいはい、こちらね、漫画本とかもたくさんあります。写真の技術のね本とかもたくさんありますのでね、写真を見てコーヒーを飲んでね、カップルで来ていただいても全然、いいということで、ぜひご訪問していただければと思います。はい、今日の動画こんな感じになっていくんですが、ここからちょっとね変態カメラの紹介ということで、はい、太蔵さんが今日持ってきてるカメラですね。はい、はい、ちょっとねこれね、もうこれはちょっと接近して撮らなきゃいけないでしょはい、紹介いただけますか。はい、F3AF でございます。はい、これニコン F3AF なんですね。はい、はい、それで、これまあ、普通この上だけなんですけど、下に MD4 ですね、モータードライブ、はい、それから、これが MK1 というコマ変速がついてます。コマ変速、はい、コマ変速ですね。これモーターードライブのスピードが変えられるんですね。スピードが変えられるやつですね。要はこれが全部つけられるものが全部ついてるんでしょうか。これちょっとヤバすぎません、これ、はい、それからちょっと普通はこの S3 って2本のレンズしか使えないレンズがあるんです。そうですね、はい、でそれだと面白くないので、はい、このテレコンですね、この AF テレコンというのが実は一時期出ていて、はい、これほぼ F3 専用です。はいはい、でこいつをつけるとですね、この中でレンズが移動してくれて、はい、どんなレンズつけても要はマニュアルレンズが全部、要はレンズのその何ていうんですか、そうですね、中でレンズが前後する感じですね。はい、そうですね、それで動いてくれるんで、はい、結局どんなマニュアルフォーカスのレンズつけても動いちゃうという AF で動く。F3AF だけで十分やばいんですけどF3AF だけで十分やばいんですけどね、もうこれ究極にやばいカメラですねご存知の通りニコンの FM3 っていうのが一番最後のマニュアルフォーカスのカメラですけど、その時に出ていた、これなんだっけな、45P ですかね、 2.8 の P っていうやつが、はい、これの CPU のレンズですけど、はい、これをとりあえずつけてみたという、ちょっと、はい、かなりイカれてる感じの、ね、いやーこれはねもうねプライスレスですかね値打ち的にはね、はい、こんなやばいカメラをねちょっとね今回、ご用意いただいてちょっと驚いておるんですが、まあモノクロパッセージを、見に来てもこのカメラはありません確かに、はい、そんなわけでね今日の動画はね、モノクロパッセージ、写真展のね紹介になってまいりました。東京都のね小平市なんでね、お近くの方はねぜひぜひ足を運んでね、ぜひともねモノクロ写真のねスナップ写真を楽しんでいただければと思います。はい、今日の動画こんな感じでよろしかったでしょうか。はい、ね、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録ね、もうちょっとでね、4700人になるんだったかな、もう5000名目指して頑張っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。あとね、高評価もポチッと押すだけなんで、いつも言っておりますが、よろしくお願いします。で、コメントの方ね、ちょっとね、全然追いついておりませんがね、全部返していく予定になっておりますので、何か感じたことありましたら、コメントの方よろしくお願いします。はい、今日の動画は、以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、ごきげんよう。